本番に向けてサプリメント取ってみたり、そしてよいしょ、膝を痛めないように両足サポーター、そして結構腰が痛いのでコルセットなんかもしてますが、逆に血流とか呼吸のこととか考えると意外とこれはこれで心配。本番どうしましょうかね。そして欠かせないのがアップルウォッチ、今回いい機会なのでウルトラにしてみました。あとは練習でもずっと使ってきたナイキのリアクトですかね。なんかだいぶ汚くなったんで本番前には綺麗にしてあげようかな。はい、すべて装着してこんな感じです。アップルウォッチ、腹巻きというかですね、コルセットですね。で、サポーター、スニーカー、というわけで朝の練習行ってこようと思います。はい、スタート地点と思われる、港区芝公園、この辺りがスタート地点になるようです。東京タワーも見えますね。で、きっとこの辺に運営さんが設営されるのでしょう。今日はあんまり時間がないので、30分ぐらい流して徐々に調整に入っていくのかなという感じですが、ちょっと走ってみたいと思います。たった30分でも結構疲れるもんですね。当日は21キロ、例えば1キロ7分ペースで走ったとして147分、今回の港シティハーフマラソンは2時間半がデッドラインなので、1キロ7分で走れば3分手前で着くと。でもまあ給水所とか、あとまあ疲れとか坂道とか考慮すると、前半10キロを1キロ6分ちょっとペースぐらいで、後半が7分ぐらいになっても、まあ、ギリギリゴールできるのかできないのか、あと体力が持つのか、そういった感じで、ちょっとまだ完走できるのかどうか分かりませんが、ちょっと当日頑張ってみたいと思います。応援よろしくお願いします。あ、今井さん、あ、お疲れ様です。あ、すごい、すごい人ですね。すごいですね。いやー、なんか5000人以上走るらしいですよ。あ、そうなんですか。何でしたっけ、スタート8時39分スタートの D1 ブロックってやつ、これ、ね、D1 ブロックってやつなんですけど、まあ2時間半で完走ということしないと足切りで、なんかちょっと周りの人の話聞いてたら、2時間半で完走できないペースの後ろになんかあの車でピタッとこういわゆるデッドラインをの追いかけてくる、あの締め切りを追いかけて、あの編集者みたいな、あのそんな車がなんか追いかけてくるらしいんですけど、まあなんとか、まあどうだろうね、まあとにかく完走できるように。でもやれることはやったっていう感じ。いやー、なんか 8月か9月ぐらいに申し込んだんですけど、まあ見事当選しちゃいまして、どうしようって思いながら、まあ、もちろん毎日は難しいけど、2日走って1日休むとか繰り返してきたけど、まあ50超えてなかなか体重は落ちないし、ペースも上がんないし、コロナ中で結構なんていうの、あんまりジム行ったり運動する習慣も一貫ちょっとこう断たれて、なかなかペース戻らないって感じですね。やっぱなんか思うように距離もスピードも、例えばこう心肺機能というか息苦しさとかも、でもうちょっと2、3ヶ月あったら十分調整できるかなと思ってたんですけど、まあ、結構この2、3ヶ月走ったトレーニングの中でも一番長く走っても15、6キロぐらいなんで、あ、まあ、21キロ未知の領域ということで。あ、まだ走ってないですか。あ、いや、もう全然無理です。15、6キロでぶっちゃけ結構もうグダグダに疲れるぐらいなんで、まあ、今日はちょっとこう周りの方々のペースと
自分のアドレナリン放出にかけてまあなんとかギリギリ時間内に完走できればと思って、あの体おかしくしない程度に頑張ります。はい、自信ありますか？いや、あると言っとかないと気まずいね、うん、まあでも半々じゃないですか。はい、ちょっと頑張ります。あのなんか雨はね降らないみたいな、ギリギリ午前中持つ、午前中持つそうですよね。いやもう雨だとまた辛いんで、寒いし。そうですね、あと何分後だ、もうすぐ言っても今ね、あと30分ちょっとぐらいですかね。いやもう緊張いやだってあの人生初のこういう大会ですからね。あ、そうですか、うん、今までこういうの出たことないんで、ちょっと周りの人が全てベテランに見えてくるっていう。じゃあ本当に未知の領域ですね、うん、未知の領域だし、なんかパッと見渡してなんかみんなすごいこなれてる感じしません？なんかみんなもう、いやもう10回ぐらいフル走ってますみたいないやそれはでも今井さんもそう見えてるんじゃないですか？いやわかんない、ほんとね、怖いです、怖いです、ほんと。でもなんかあの周りの人に迷惑にならないように頑張ってみようと思います。じゃあその挑戦してる様子を今日撮らせていただくんで、はい、見苦しい表情で走ってると思いますが、どうか応援をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてさあ、阪急デイブロックがスタートいたしました。皆さんゴールを目指して頑張ってください。もうクタクタです。ハコニコ北島さんです。こんにちは、お疲れ様です。感想ですか？そう、感想です。すごいマジでいいですね。ギリギリ何度も顔合わせてね。そうそうそう、いや、すごい。本当にどうでした？いや、もう12、3キロ超えたあたりからもう足上がらなくなっちゃって、で、15キロぐらいでもう結構腰が痛くて、歩いたり走ったり繰り返して、うん、そして北島さんとあれ良かったですね、激励タイム、激励タイムでした。激励してもらっていっぱい。あ、なるほどね。共に戦う仲間がいるってやつ。いや、ちょっとね、良かった。なんかいいですね。ポイントもらいましょう。初挑戦で走り切りましたね。いや、走り切りました。もう足パンパンですわ。ありがとうございます。お疲れ様です。やりました。濃いタオル、フィニッシャーって書いてあるんです。はい、やりました、皆さん。ギリギリでしたけど、一応自分の計測だと2時間25分ぐらいですかね。何時ぐらいで打ち切りやったんですか？2時間半打ち切り。あと5分ぐらい。すげえ。すごい、本当に。いやめちゃくちゃ。ちょっと今日誕生日だよ、OK、ハッピーダースデー歌って。せーの、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear 涼介さん、ハッピーバースデー to you、 トキアチーム、バイバイ、ありがとう。バースデーラン、今日はマイス本気で苦しかった時は何考えてこうほぐしてたんですか？意外とどれぐらいペースを落としても2時間半で間に合うのかなとかずっと計算して、なんかここで頭は動いてたってことですね。うん、なんかずっと数字考えてますね。でもあれですね、なんかめっちゃ疲れてるとは思うんですけど、すごい顔はなんか生き生きしてますね。あそうですかね。十分疲れてるんですけど、多分やりきった感、やりきった感ありますね。いや本当嬉しいです。でもす
ごい、初挑戦で走り切るのはすごいですね。でもやっぱなんか、ね、2時間以内とかで走る人がザラにいるわけですから、まあ皆さんすごいですよね、ビギナービギナーなりに。あ、じゃあ結構ハマりそうですか、マラソン。いや、どうだろう、どうですか、北島さん、来年も出ます？来年出ますよ。でもなんかフルマラソンのイメージつかないですね。いや、もうフル絶対無理だ。なんかだって、やっぱどうしても途中で足止まるもんね。めっちゃもうももとか、なんか重くなって。でもちょっと、この祝杯をあげましょう。そうですね。まあ連絡します、ね、連絡します。じゃよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また、誕生日おめでとうございます。またフルマラソン目指しますか？目指さない。もうやっぱフルはちょっと、まだちょっと世界が違うなと。ほど遠いの。ビールでも飲んで帰ります。今月ビール、あのお酒立ちしてたんで、さぞかし美味しいことでしょう。本当におめでとうございます。ありがとうございました。はい、また YouTube もよろしく。2つの意味でね、本当ですね、感想と、はい、本当ありがとうございました。まあここで今後走る機会がある方がまだわかんないですけど、まあ、もうちょっといいタイムとか体力つけられたらいいなと思います。ね、ぜひ、フルマラソンもいつかは収めたいんで。あ、考えたくない。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。